岐阜県可児市可児川のこの中州一帯は、可児、犬山、桃太郎伝説で桃太郎が鬼を退治した鬼ヶ島だと言い伝えられています。桃太郎神社のある犬山から出陣した桃太郎は美濃加茂を通りこの鬼ヶ島へ到達し、鬼を征伐しました。桃太郎が川を今渡った今渡り、鬼がいなくなり里が春のように平和になった春里など、犬山、美濃加茂、可児には伝説にちなんだ地名が今も残されています。